食とは、かつて使用されていたコードの単位である。食光キャンドルともいう。様々な定義があるが、いずれも、ろうそく一本分のコードを由来とするものであり、そこから、英語ではろうそくを意味する、キャンドルが単位の名前となり、日本語ではそれを訳して食、また、ろうそくの光という意味で食光となった。食は、1860年に、イギリスの都市ガス条例によって、 初めて定義された。その時の定義は、1時間に120グレーンの割合で、燃焼する6分の1ポンドのゲイロウソクの高度に、ほぼ等しい高度であった。その後、1877年に、圧力1気圧の下で0.8%の水蒸気を含む空気中において燃焼するハーコートシジ食ペン担当の水平方向の高度の10分の1と、再定義された。 1948年の第9回国際度量構想会において、より定義を明確にしたカンデラが承認された。カンデラは食にできるだけ値が近くなるように作られた単位であり、1食は1.0067カンデラである。実用的には、食とカンデラはほぼ同じと考えてよく、今日でもカンデラの別名として、食という言葉が用いられることがある。なお、 今日ではカンデラによって定義されているルーメンも当初は食によって定義されていた。日本ではかつては食が広く使われていたが1951年施行の計量法でカンデラに置き換えられ1959年以降は小取引等での使用が禁止されている。かつては白熱電球の明るさを示すのに食が使われていたが今日では 消費電力のワットがその代わりとなっている。1877年に再定義されたハーコーとシペンタンによる色は国際色といい、他にも様々な頭部を用いた色があった。例えばドイツではヘフナー刀という頭部を用いたヘフナー色が使用されていた。ヘフナー色は標準大気圧760水銀中ミリメートルの 元で1立方メートル中に8.8リットルの水蒸気を含む空気中で酢酸アミルを燃焼させた時の高度と定義されており、1平フ難色は約0.9国際色に相当する。ありがとうございます。